夢のの旧作骸骨のクロンボ1まだ警察の仕事の大雑把な明治20年頃のこと人気の笑い炭鉱都市筑前能型の警察署内で起こった奇妙な殺人事件の話。 スス煙に覆われたたのののが周囲は毎年恩賀川の浸水区域になる田んぼと野菜畑の中を南の方飯塚に通ずる低い堤防じみた街道のそばにぽつんと立ったわらぶき小屋で型のごとく汚れた縄のれん軒先の杉葉玉と一杯と染め抜いたあさぎ木綿の小畑が 町を出はずれるとすぐに遠くから見えた中に入ると今間兼台所と土間と2間しかないその暗い3坪ばかりの土まり、赤光りする木づくと腰掛けが並んで右側には逆だる益棚左の壁の上につった棚に煮魚かまぼこスルメ腕だこの類が並んで上がりかまちに型ばかりの鳥羽格子がある その横の横真っ黒くすすけた柱へ「掛け売り一切お断り」と書いた版切れが貼ってあるがすすけていて目につかない主人は登録といった60絡みの独身者の親父で相当殴れたらしい入れ墨を背負っていた色白のでっぷりと太った禿頭でこの辺りの人間の扱い方を知っていたのであろう人。 界隈の百姓謎が飲みに来るのでいっぱい屋の登録登録といって人気があった巡査が茶を飲みに立ち寄ったりするととっときの定酒をそっと茶碗についだり顔の通った親方が通ると追いかけて呼び込んで手作りのどぶろくの味見をしてもらったりしたこの登録おやじには妙な道楽が一つあったそれは伯父をかわいがることで どんなにお客の多い自分でも表口に突っ立って入らない人間があると登録は目ざとく見つけて目に立たないように何かしら懐から出してやって立ち去らせるのであった立ち去る後ろ姿を見ると老人女子供はもちろんのこと血気盛んな今で言うルンペン風の男も混じっていたお客のいない時なんぞは親子連れの巡礼か何かに 何度も何度もご栄華を歌わせて上がり口に腰をかけたまま聞きほれているようなことがよくあったそのうちにだんだん感動してくると登録の血色のいい顔が青白くしなびて眉間に深いしわが刻み出されてやがてがっくりとうなだれると涙らしいものをそっと拭いているようなこともあったそんな場合には巡礼に一升ぐらいの米と 白く光るお金を渡しているののが人々の目についた。麦の穂が出る頃になると登録はやはり店に人の来ない自分を見計らって家の周囲の麦畑へ出て熱心に麦のくろんぼを摘んでいることがあったこれも登録親父の一つの癖といえば言えたかもしれないがしかし近所の人々はそうは思わなかったやはり仏将の登録が 暇さえあればそんな全根をしているものと思って誰も怪しむ者なんかいなかったとにもかくにもこの登録おやじがいるおかげで能方にはこじきが絶えないという評判であったが実際いろいろなこじきが入れ替わり立ち代わり一杯屋の門口に立った「あのこじき酒場で一杯」とか「こじき登録の酒はかりがええ」とか言われるくらいであった。 その名物親父の登録が昨年明治19年の暮れの11月にぽっくりと死んだタドンを埋めたコキバチの陰に昨夜食ったものを吐き散らかしてヤグの襟を掴んだまま敷布団から乗り出して冷たくなっているのが親父の心安い巡回の巡査に発見されたのでいろいろと死因が調べられたが つに怪しい点は一つもなかったただ一つ盗まれたものはないかとうちじゅうを調べているうちに押し入れの隅にまつってある仏壇らしいものに線香も何もあげていないその代わりに白紙に包んだ麦のクロンボの枯れたのが幾束も幾束もあげてあるのがみんなを不思議がらせた。 それからその仏壇の奥の赤い金卵の帳を引き開いてみると茶褐色に古ぼけた人間の頭蓋骨が一つ出てきたので皆「わー」と言って後ずさりしたしかしそれとでも別壇に登録の死因とは関係がありそうに思えなかったつまるところ登録の風変わりな信仰であったろうそれとも 登録がどこかで発見した無縁仏の骸骨を例の仏匠で祀ってやっていたのかもしれないくろんぼの束も何の意味もなしに持ってきただけ始末して仏様に供養していたのかもしれないといったような話のほかに説明のつけようがなかったので結局登録の死因は何かの中毒だろうということになって片づいたなおその騒ぎの最中に 長馬のけすずりのけ引きき出出しからボロボロロになって出てきた登録の戸籍謄本によって登録が元来四国の生まれということそれにつれて登録はその近回りに一人も身寄り頼りのない男ということが分かったので葬式は自然近所弔いという形になったするとまたそれを聞いた能形の顔役が十円札を1枚投げ出してくれたので。 それを頼りに赤の他人が10人ばかり寄り合って今夜は通夜をしようということになったがもちろん念仏なんかはほんの型ばかり仏が残した煮物類と酒樽の酒を相手にいい加減酒の座が騒がしくなった日暮型のこと真っ黒に日に焼けた小人亭の若い男がのっそりと店先へ入ってきて案内をこうだ。その態度が。 でもなく酒がいでもないらしいので上がり口にいた若い男が取り合ってみるとそれは仏のおいと名乗る男でおじの登録が死んだばかりと聞くと上がりかまちにしがみついて手も力もなくぐしぐしと泣きだしたおかげで一座がしんとしてしまった皆どう処置していいかわからなくなったのであった そのうちに誰かが気を利かして警察へ知らせたらしくしばらく経つと巡査が一人来て取り調べることになったその様子を聞いてみるとその男の名は銀次といって今年32歳であった元来四国の者ので仏様登録の兄の藤十郎から17の年に勘当された奉納者の一人息子で 中国筋を流れ流れて大阪へ着いた25の年に初めて法湯の夢から覚めたというそれから人足手伝い中島の類いを稼いであらん限りの苦労をしたあげくかんな飴売りの商売を覚えて足高だらいを担ぎ担ぎ故郷へ帰ってきたが帰ってきてみると故郷はみんな死に絶えたり零落してしまったりして跡形もない 初めて今までの親不孝が身にしみて分かった銀次はそこでたった一人の叔父の登録が九州の能形で酒屋をやっているという話を風の頼りに聞いたのでそのまま文字まで便箋でやってきてやっとここまでたどりついたところでございますと言ってまた泣いたそんな話は皆登録の戸籍謄本とぴったり一致した ことに日に焼けてこそ折れ若い銀次の人相から骨組みが見れば見るほど死んだ登録に似ていることが分かったので巡査はもちろん通夜の連中ももう銀次を疑わなかったそれどころではなくこれも仏の引き合わせとか何とか言うのですっかり感激した一同はすぐに銀次を引っ張り上げて接種の席に座らせた銀次が 仏の顔を見てまたもさめさめと泣いている間に皆ひそひそと耳打ちし合っていくらかのお彫目を出し合って包んだりしたそれから間もなく銀次がほど近い町の顔役のところへお礼の挨拶に行って帰ってくるとやの席がまたにぎやかになった銀次は明日から私がこの店を引き継ぐように親分さんへご挨拶してきました どうぞよろしく」というので巡査を上席に据えて盛んに酒を出したそうして明くる朝になると銀次は酔い倒れた連中を背負ってそれぞれの家へ届けたり人足を雇って仏を焼き場へ持って行ったりなかなかこまめに立ち働き始めたそれにつれて「やっぱり親身のもんでないとな」あ、とか「仏も幸せたい」 とか、近回りの者のが噂し始めたに。不思議なことにそのころから能形付近に目に立って乞食が増えてきたそれがあんまり増えすぎて町の迷惑になることがおびただしいので警察でも捨て置きかねて追いちらし追いちらししたものであったが さながらに飯の上のハエでっっっても追ってももまってきた一方に炭鉱が景気づくにつれて殺人殺傷事件がぐんぐん増えてきたりしたので警察ではすっかり持て余してしまったがその「こじき連中」の中で町外れの登録酒屋の軒先に立つ者がめったにいなくなったことには誰も気が付かなかった登録と違って 銀次はまた特別のこじき嫌いらしくいつも邪険に追い払っていたのでそのせいだろうくらいに皆考えていた銀次はそれから後商売にばかり身を入れて一歩もうちを出ないせいかみるみる色が白くなって役者のようないい男になってきた自分では32と言っていたが278ぐらいにしか見えなかった切れ上がった目尻と高い鼻筋が時代めいて どことなく苦みのきいた細長い顔が暗い店の中からにっこりして出てくると男でも親と思うくらいだったので大げさな意味でなしに野方中の女という女の評判になってきたものであったがそれでも銀次は堅い人間と見えて遊びに行くふりも見せなかったどこまでもお客様大切仏様大切といった格好で朝から晩まで暗い店の中で 物やわらかく立ち働いたのでそのあくる年の春ごろになると今までの店が狭くなるほど繁盛してきた煮魚や何かも登録と同じように朝早く自分で仕入れてきて自分で料理するのであったがそれがなかなか器用でうまいという評判であったところがその春ごろになるとまた不思議なことに あれほど執念深く能型に集中していた「古事記」連中がいつの間にどこへ消えたのかほとんど一人もいなくなっていたほど近い彦山詣りや新四国詣りの巡礼以外には探しても見当たらなくなってしまった人々はこうした現象を「古事記の赤潮」と言って驚いていたし警察側でもしきりに首をひねっていたがしかし こうした紀元章の原因は容易に考えられなかった新暦の桃の節句の晩であったいい月夜であったが店が割合に換算で珍しく客が早く引けたので銀次はちょっと表に出て前後の往来を月の光で遠くまで見渡してみたそれからいつもの通りに慌ただしく表の板頂を下ろして くぐりの掛け金をしっかりとかけ裏の雨戸を閉めてしんばり棒を2本入れた登録の位牌の前に床をのべてすすけたランプを吹き消そうとすると途端に表の戸をトントンとたたく女の声がしたすみません。開けてください。銀次はちょっとの間その音をにらみつけておびえたような顔をした。 ランプの下できっと身構えをしていたがわずかにちょっと下打ちをすると寝巻きの古浴衣のまま面倒くさそうに上がりかまちを降りたいざといえばすぐにも飛びかかりそうな身構えで低い狭いくぐり戸を開けてやると女はすぐに入ってきた19か20歳ぐらいの見るからに初う々いういしいいちょう曲げの小柄な女であった。 いわゆる丸ボチャの愛嬌顔で派手な紺がすりの合わせに花模様の赤間絵だれ素足に赤い花緒のハゲチョケた塗りげたを履いていた銀次は張り合いが抜けたようにその姿を見上げ見下ろした小女は美男の銀次に見られて真っ赤になってしまった背後に隠していた一生どっくりと十円札を銀次の花の先に差し出しながら 消えるように言った。お酒を一一番いいとこ銀次が無言のまま頭を下げてお金ととっくりを受け取ると小女はよろめくようにくぐり戸の端に寄りかかってうなたれた銀次は新しい酒だからたっぷり一升を引いて小女に渡したそれからランプをぐっと大きくして押し入れの端のダンスの引き出しから の財布を引っ張り出して10円のお釣りを出してやった「姉さんどこから来なさったとな?と」と顔を差し寄せて聞いてみたがん女はちらりと上目遣いに銀次の顔を見たきり首のところまで真っ赤になってしまった無言のまま逃げるようにくぐり戸の外へ滑り出てしまった後をぴったりと閉めて掛け金をがっちりとかけた銀次は そのまま町の方へ去る小女の足音が聞こえなくなるまで聞き送っていたにんがりと笑い笑いつぶやいたへへ <laughs> とうとうきやがったかわいそうだがデビル様の犠牲だへへ <laughs> 待っていたぞ畜生うまくいけあ俺の信心は満点だ

たたった一人で真っ青に興奮したらしい銀次は緊張した態度でせかせかと身支度を始めた最初にここへ来た時の通りの手孔キャハンに身を固めて角帯をきりと締め直すと押し入れの前にきちんと座った登録がいた時のままになっている粗末な仏壇の前に座って赤い金卵の帳の中から覗いている茶褐色の頭蓋骨を仰ぎながら 何かしらわのからぬことをぶつぶつとを唱え始めた。それから自分の頭の毛を両手でゴシゴシとかき回して拝礼し拝礼してはかき回して4度ばかり繰り返すうちにやがて猿のように卑しい霊章を顔を一面に浮かべながらすっくりと立ち上がると押し入れの反対側の隅の子ダンスからもう一度肝面の袋を引き出して。 かなりの高の円札や銀銅貨を丁寧に数えて胴巻きに入れた同じ引き出しの中にあった鋭いらしい合い口も中身を改めてから懐へ飲んだやはり押し入れの向こう側からかんな雨売りの足高台を取り出しかけたがまた押し入れの中へ投げ込んだそれから銀次は上がり口に飯筆を抱え出して残りの飯と 店に残った皿のもので湯漬け飯を腹いっぱいガツガツと書き込むと仏が生前に帳場で使っていた木綿島の古座布団を一つ入り口のくぐり戸の前に投げ出したランプを吹き消して手探りでわらじを履いて地べたへじかに置いた座布団の上にどっかりと座ってくぐり戸に寄りかかりながら腕を組んで目を閉じた。月の光を 夜明けと間違えたのであろう。どこか遠くで鳥の羽ばたきと時を告げる声が聞こえた。3。それから1時間ばかり経ったと思う頃。頃くぐり戸の外でわずかに人の気配がした。心身心身心身という軽い。 小さいのこぎりの音が忍びやかに聞こえて、銀次の襟首へ煙のように細かいノコギリくずが流れ込んだ最前の小女が寄りかかっていたところへ横一寸縦2寸ばかりの四角い穴がぽっかりと切り開かれたそこから西に傾いた月の光がしらじらと差し込んだ銀次はくぐり戸から少し離れて座ったまま 一心にその様子を見ていた「やがてその穴から白い小さい手が横になってスーッと入ってきた」と思うと何かに驚いたようにつるりと引っ込んだ銀次は動かなかったなおも息を殺して四角い月の光を凝視していたいま一度小さな手がスーッと入ってきて けのをくたたととと思うとまたするりと引っ込んだ銀次は依然として動かなかった3度目に白い手がゆっくりと入ってきて掛け金にしっかりと指をかけた時銀次は座ったまま両手を近づけてその手をがっしりとつかんだつかんだままそろそろと立ち上がって手の入ってきた穴に口を寄せた 低い力のこもった声でゆっくりとささやいた「おい貴様は巡礼のお花じゃろうもうこうなったら諦めろよ俺の顔を見知ってきたか俺がどれくらいの恐ろしい人間か分かったかわかったかあま。 俺の言うことを聞くか聞かねばこのまま突き出すなええか警察は俺の心安い人ばかりだ白い手の力がぐったりと抜けたようであった銀次は片手で女の手首をしっかりと握りしめたまま油断のない腰構えで掛け金を外した黒覆面に黒毛半。 たすき掛けの女の体をくぐり戸と一緒に店の中へ引っ張り込んだ同時に水のように流れ込んでくる月明かりに透かして女の全身をなで回すと内ぶところから竹細工用の鋭い刃先の長い握りの深い切り出しを一丁探り出して渋紙の鞘と一緒に土間の隅へからりと投げ込んだほっとしたらしく 微笑して女の覆面を見下ろした。俺の名前を知ってきたんか？覆面が頭を強く振った。しくしくと泣き出して。すみません。わら自然に詰まって。といううちに覆面を取ると。最善の子女の青ざめた顔をわしながら、銀次の胸にばったりとすがりついた。 しゃくり上げしゃくり上げ言ったあんたを見損なって銀次は月明かりを透かして外をのぞきながら何かしら冷ややかに笑ったいま一度猿のように白い歯をむき出した醜い表情をしたと思うと片手でくぐりでを締めて掛け金をがっきりとかけた落ちていた四角い木切れで くぐりの穴をふさいだ。それから1時間ばかりの間家の中には何の物音もしなかったそのうち20分間ばかりランプが赤々とついていたようであったがそれもやがて消えてシーンとしてしまった月がぐんぐんと西へ傾いた方うでニワトリが鳴いて夜が明けてきた突然 家の中からけたたましい叫び声が起こった。たまげるような女の声で。何すんだか。あれ。堪忍して。嘘つき。嘘つき。えー、この嘘つき。ええー。悔しい、悔しい。悔しい。悔しい。しいという叫び声と一緒に。 ドタンバタンという組打ちの音が高まったがそれがぴったりと静まるとやがて表の板戸が一枚ガタガタと開いて胞かむりをした銀次の姿が出てきた銀次の背中には細引きでぐるぐる巻きにして黒い覆面で猿靴をはめた小女を担いでいたがそのまま月の沈んだ薄明かりの道をスタスタと町の方へ急いだ。 女は銀次の背中でぐったりとなっていた四。能形所の巡査部長室の床の上に猿靴輪を外された小女がぐるぐる巻きのまま寝かされていたいちょう曲げがぐしゃぐしゃになって横方を無残にすりむいていたがじっと唇をかんで 目を閉じて横を向いていたその周囲を56人の警官がものものしく取り向いて銀次の陳述に耳を傾けていた中央に立った銀次は少し得意そうに汗をふきふきおじぎをしては横の火鉢にかかっているやかんの白湯を飲んだええお褒めに預かるほどの手柄でもござんせんでへへっ あんな離れた一軒家で、前の登録からこの方、小金のたまっているような噂が立っているそうでございますから、いつも油断しませずに、出入りのお客の様子に目をつけておりましたおかげでございましょう。この甘っちょが入ってきたときに、この界隈のものでないことは一目でわかります。第一、これくらいの器量の娘は、野方にはおりませんよう、ね、で。<laughs> それから、 一生害に十円札を突き出すがらじゃござんせんで、どう考えましても。ええ。それで、一層気をつけておりますと、この甘っちょめ、くぐりどにもたれかかるふりをして、真ん中の3から掛け金までの寸法を2本指で測ってけつかるので、ね。ええ。それから、私が十円札の釣りを出すところを、うつむいたまま気をつけているもようですから、私は、 いよいよ今夜来るなと思いました。来たらできるだけ身軽にしとかんといかんと思いまして、慣れたものの飴売りの身支度をして待っておりますと、ええ、つい一時間ばかり前のことでございます。掛け金の上のところを切り抜きましたアマッチョが手を入れましたけり、すぐにひっつかまえてひっくくり上げて、ここまで担いでまいりましたので、ええ、 なるほどのう貴様は気が利いたるのう素人には惜しいどぎょうじゃハッハッハハうんこんな女習犯のやつの手口は愛想探り乗りというて三度手を入れてみるものじゃがのう最初に手を入れた時に捕らえようとしても決して捕らえられるものじゃないがのうこれは銀次と肩を並べている 痩せがれたゴマ潮ひげの巡査部長の質問であったしかし銀次は平気で答えたへえそげなことは一向存じませんでしたがただこのけどと思うて待ち構えておりますところへやってまいりましたので思いっきりひっつかんでしまいましたがへへへおいおい女それにそういないか巡査部長が 靴の先で小女の頭をコツコツと蹴った小女はやっと目を見開いて冷ややかに頭の上を見た噛んでいた唇を静かに舐め回すとはっきりした声で言った「この縄ほどいてくんさい」「白状するけに」「何？縄を解け!?」はい。 そのままで言てみ。いやいやこのままなら言い,い,いとうてものが言われんけにどうぞ小女もまたしっかりと目を閉じて唇をかんだ尋問に慣れているらしい巡査部長はくぼんだ目でまじりまじりと子女の顔色を見ていたがやがて大きく一つうなずいたそばの巡査をあごでしゃくった おいいてやれはっ若い巡査が2人で女を抱え起こして泥だらけの板張りの上に横座りさせたこれを見た銀次はちょっと狼狽したらしかった巡査たちの顔を素早くつらりと見渡したまま硬くなっていたがやがて覚悟を決めたらしく軽いため息を一つ鼻から漏らすと縄を解く邪魔にならないように少し横に立ちのいた りに立っている巡査の背後をすり抜けて一気に表へ飛び出せる位置に立った古ぼけた博多の格帯の下に右手の親指を突き込んですぐに結び目を前へ回せる準備をしていたのを誰も気づかなかったきちんと座り直した小娘はそうした銀次の態度をジロジロと横目で見ているようであった巡査に取り巻かれたまま縄を解かれると すぐたすけを外して肩の辺りをしきりにもんでいたそれから裾を繕いながら中腰に立ち上がってひざをもんだり押さえたりしたそしてまたもぺったりと座り込むと瓶のほつれを指先でかき上げながらせきいを一つ二つした「すみませんお湯いっぱいくんさい喉が渇いてかなわぬけに」 と頭を下げてカンカン怒った火鉢の上の大夜間に手をかけると思い切って立ち上がりさま天井をめがけて投げ上げた灰神楽がどっとうずまき起こって部屋中が真っ白になった思わず飛びのいた巡査たちが気が付いた次の瞬間にはもう銀次と小女の姿が部長室から消えうせていた 吟部長室から飛び出した銀次は広間の事務室のテーブルの上に飛び上がった手に触れたすずり箱を追いすがってくる小女めがけて叩きつけると書類を蹴散らしながら机の上を一足飛びに玄関へ出たその腰にしがみついた小女はいつの間に奪い取ったものか銀次の合い口を 後ろだきにした銀次のあばらの下へ深く差し込んだままずるずると引きずられていった「父さんの敵丹波こそを思い知ったか丹波こそを」ンバと叫び続けていたそうして銀次と絡み合ったまま玄関の石段を真っ逆さまに転がり落ちると 小女は一人でむっくりと起き上がって頭からひっかむせられた銀次の着物と帯をはねのけた倒れた椅子をよけよけ追いかけてくる警官を振り払ってすりむけた顔でにっこりと笑ったそれから血に染まった合い口と両手を向かいのペンペングサを生やした屋根の上の青空の方向へ高く上げて力いっぱい叫んだ 悲痛なんだかい声で「皆の衆皆の衆すみません私はお話がもう私は帰られんけに」といううちに銀次の体に腰をかけたまま血染めの合い口を両袖で巻いて 白い自分の首筋にぶっすりと突き込んだそのまま涙をハラハラと流して唇からプルプルと血を吐き吐きぐったりとなった銀次と折り重なって倒れようとしたところを走りかかってきた巡査たちに抱き止められたバカ何をすっか バカという巡査たちの怒号のうちに太い血の筋を引いた2つの死骸が事務室の中へ引っ張り込まれた警察の門前から玄関先までまもなく人の黒山になったがやがて走り出てきた巡査が群衆を追い払って表門と玄関をぴったりと締め切ってしまったそのうちに 玄関の石段と色紙に流れたおび。たらしい。血が小遣いの手で洗い流されてしまうと皆立ち去ってしまったが。それでも。なんじゃったのかい？なんじゃったろう。なんじゃったろう。と口々に言い交わしながら、近所の人々は皆表に立っていた。須崎監獄へ行って取り調べてみますと。 どうも意外なことばかりで驚きました出張から帰ってきたらしい駒汐ひげの巡査部長が代表肥満の所長の前に直立不動の姿勢をとって報告をしていた事件後45日目の正午ごろのことであった 1> 第1先般ご承知の一般屋の登録親父が死にましたときに仏壇の中から 古い人間の頭蓋骨と麦の黒んぼが出たことはご記憶でございましょう所長はこの辺りの炭鉱主が寄付した巨大な革張りの安楽椅子の中から応用にうなずいてみせたう,ーんうんうん知っとるどころではないそれについてここの小学校の校長が知っとるじゃろあの宗髪に天神ひげの存じ上げております 旧藩時代からの蘭学者の家柄とか申しておりましたが、うんうん、なかなかの物知りという話やが、あの男がこの間、非病院の落成式の時にこげなことを話しよった。人間の洒落神戸に麦の黒んぼをあげて祭るのは悪魔を信心しとる証拠で、ずっと昔から八素教に反対するユダヤ人の中に行われている。 一つの宗教者ユダヤ人中のは日本のバツバツのようなやつどもでシャーレコーにクロンボをあげておきさえすればどげな前科があってもバレる気遣いはないというつまり一種のまじないじゃのうその上に金が思う通りにたまって一生安楽に暮らされるという一種の邪州門で。 キリシタンが日本に入ってくるのと同じ頃に伝わってきて九州地方の惨禍とか罰罰とかいうものの中に行われておったという話じゃええそれは初耳で私が調べてまいりました話と符合するところがありますようでおおそれは面白いのあの登録が死んで シャレ神戸とクロんボの話が評判になりよった自分にちょうど非病院の落成式があったでの校長のやつ大得意で話しよったものじゃが何でもこの能形地方は昔からの傘下の巣窟じゃったそうでのう東の方は小倉の小笠原西は筑前の黒田から追われた傘下どもが 皆この公涼たる恩賀川の流域を目指して集まってきてそこここに部落を作っておったものじゃそうな登録はやっぱりその傘下の流れを組むものじゃったに違わんと校長は言いおったがの吾が輩は元来傘下というやつを虫がつかんで悪魔を拝むだけに犬畜生とも人間とも分からぬことをしおるでの ことに登録はあのとおりの人物じゃったけにまさかに参加とは思われぬと思って格別気にも留めずにおったのじゃがのへえその話をもちっと早う伺っておりますると面白ろございましたがうーんやっぱり登録はここいらの参加の一人じゃったんかはい参加にはそういうございませんが ここではございません元来高知県の豪農の息子じゃったそうでございますが若毛の過ちで人を殺しまして以来あちこちと逃げ回った挙げ句岩見の奥山へ入りまして関西でも有名な傘下の親分になっておりましたものだそうでおおどうしてそこまで探りでしたこんなことがございます。 あの丹波小僧と巡礼お花の死骸を共同墓地の登録の墓の前に並べて仮埋葬にしておいたのでございますがその埋めましたあくる日から女の死骸を埋めた土盛りの上にはいろいろな花の玉が山のように盛り上がってきれいな水を張った茶碗などが置いてありますのに銀次の土盛りの上には人間の踏みつけた足跡ばかりで。 クソや小便が垂れかけてあります。夜中にじきどもがしたことらしいございますがうーんその気持ちはいくらかわかるのう。参加とても人情は同じことじゃて。ところがその親の登録の墓はずっと以前から何の花もあがりませぬ代わりに枯れた麦のクロンボをあげるものが絶えませぬそうで。 どこから持ってくるかわかりませぬがなるほどのその理屈もわかるようじゃ校長の話を聞いてみるとの私はそのようなお話を存じませぬものですけにいよいよ不思議に思っておりますところへ今度のこの事件でございますうんうんこの辺りのものは 麦のクロンボのことを下道花と申しておりますので、東六の墓にクロンボが上がるのは不思議じゃ。何か悪いことの起こる知らせではないかというこの界隈の者の,の話をちらっと聞いたりいたしましたので、いよいよ機会に存じておりますところへ、1か月ばかり前のことでございます。有名な窃盗犯で鍋摘みのガンパチという、 ううん、うん。福岡から追い込まれてきて新入校の甲府に紛れ込んでおったのを君が発見して引き渡したというあれじゃろはいあいつが須崎の独房で毎月11日に生草を食いおらんちゅうことを小耳に挟んでおりましたけに11日は登録の命日でございますけになるほど考えの それがでございます。何を言うにも、二人とも死んでおりますために手がかりが一つもございませんので困りました。署員の意見を尋ねてみましても、ただこの事件と例の古事記の証しとの間に何か関係がありはせぬかというくらいの誠に頼りない意見で、事件の真相の報告書の書きようがございませぬ。そこで、 他に手ずるらしい手ずるはないと思いましたけに、雲をつかむようなお話ではございましたが、お留守中、独断で福岡へ出張いたしまして、ただいまの黒ずみガンパチの口をむしりにまいりましたわけでございましたが、その時に私は思い切って、お花が死にました時の模様を詳しくガンパチに話して聞かせますと、それならばと申しまして、ガンパチが、 残らず泥を吐きました。涙をボロボロ流しておったようでございますがつまり今度巡礼お花に殺されました丹波小僧と黒ずみのガンパチとはずっと以前に石見の山奥で登録の盃をもろうた兄弟分でございましたそうでしかもガンパチが聞いた噂によりますと丹波小僧というのは 登録が天の橋立の祥富に産ませた実の子らしいという話でおおおかしいのそれでは何が何やら分からんようになるがのそれがそのそれを知っておったのは登録だけで本人は知らんじゃったはずと元ちは言うておりましたが登録は そんなふうにして方々にこう産み捨ててきた男だそうでおかしいのそれでももう少しお話があります話してみところがそれからのち登録はその丹波小僧とガンパチを一本立てにして手放しましたあとだんだん年を取って仏心がついたのでございましょう 今一人おります娘が九州で巡礼古事記に化けて女白波を稼いでいるのに会いたさに自分の縄張りを鬼ヶ城の親分に譲って維新民の山の中から出てきてこの能形まで来て落ち着いておりましたものらしく集まってきた古事記どもの中には登録の後をしとうて来たやつどもが相当おったものらしゅうございます。と申しますのは 登録が悪魔様にあげているくろんぼうをいただくと自分の前科が決してばれぬ一生安楽に暮らせるお守りになるというのでもっともガンパチはそのもろうたくろんぼうを左右で飲んだと申しましたが六 <laughs> 所長は感慨深そうに腕を組んで目を閉じたなるほどのそれで分かったわいついこの間までこの筑豊地方に限ってこのスッとが一つもおらんじゃったわけが分かったわいはい登録というやつはよほど偉いやつじゃったと見えますそうすると丹波小僧の銀次も登録の後をしとうてきた仲間じゃな いいや、違います。丹波小僧は登録のところを出て鍋積みのガンパチとも別かれてからのち大阪地方専門のやじきりになりましたがあるところで居直って人を殺したおかげで手厳しく追いかけられましたのでちょっと商売におじけがつきましたものか飴売りに化けてこっちへ流れてきましたが偶然に登録の店に目をつけてみますと思いがけない登録が済んでいる。 しかもすっかり猛禄している上に相当の現金を仕ためていることが分かりましたのでそれこそ悪魔の本性を表しましてこっそりかの一軒家に忍び込み登録の夜食の飯の中へネズミ取り薬か何かを混ぜて毒殺して後を乗っ取ったえ そんなら、親殺しじゃな。はい。知らずに殺しましたわけで。それでもけしからん話じゃ。あの時に診察した医者は誰じゃったな。はい。この間、甲府と喧嘩して殺されました、侵入の炭鉱医で。あは、あの若い医者か。はい。なじみの傾斜が。 風をひいているのを誤って盛り殺したやつでそうかそうかあの医者にかかっちゃたまらんほうほうそれからどうなったそれと知りました登録の子分どもが皆この能型に集まってきて評議をしましたそれがあのこじきの証しをでそれからみんなで手分けをして 本四国を巡礼しておりました登録の娘のお花を探し出して相手が実の兄であることを隠して仇討ちをさせようとしたそれを銀次が感づいて裏をかいて逃げようとしたのが今度の騒動の原因であったとガンパチが申しますので話の模様を考え合わせてみますとどうやら ガンパチンが黒幕らしゅうございますがうんうんようよう筋道が分かったようじゃあいつらどもは復讐心が強いでのう道徳関連が普通人とは全く違いますようでそれもあるがしかしといううちに所長は何やら考え込んだいつものくせで 椅子の中に深く身を沈めると中ハゲの頭をなで上げながら自慢の長いひげをじれったそうにひねり上げひねり下げしたうんそれで自殺の原因ははいそれがでございますその巡査部長は困惑したらしく額の汗を拭いたわかりませんので。 その、わずかの隙はいたしましたことで、まったくその、私どもが老媒いたしましたので、縄を撃とけば白状すると申しましたので、その、うんうん、それは聞いとる。問題は自殺の原因じゃ。復讐を遂げるとすぐに自殺しよった原因じゃ。死に際に何も言わんじゃったか。 巡査どもは何も聞かんと言いよったが私は聞きました皆の衆すみませんと皆の衆その皆の衆というのは傘下の連中に言うたことじゃろう表の群衆の中に怪しいものはおらんじゃったか様子を見届けに来たようなものはああそれはおらなかったはず とガンパチが申しました。お花という女はまだ生娘ではございましたが、なかなかのしっかり者で、私一人できっと親の仇を打ってみせるけに、一人も火星に来ることはならんと言うておりましたそうで。また、誰か仲間が見ておれば、警察まで担がれて参りますうちに、途中でお花を助け出しますはず。うんうん、それは理屈じゃが。 しかしお花は丹波小僧が実の兄ということをどうかして察しておりませんじゃったからいやそんな模様には見受けませんでしたご承知のとおりつい夜明け方の1時間ばかりの間の出来事でございますけに丹波小僧が何もかも先手を打ってものを言う間もなく猿靴をかまして担いできたと申しておりましたが実地検査の結果もそのとおりのようで うーん、と所長は考え込んだ操どものすることは1から10までさっぱりわからんキリシタンと似たり寄ったりじゃうんまあええそのくらいのところで調書を作ってくれ自殺の原因は発狂とでもしておけ警察の中で人を殺したのじゃからなハハ <laughs> それから所長はいすの中でのびのびと大あくびをしたうっとやっかいなやつどもじゃ。